皆様こんにちは。今回は日本で購入できるプチプラコスメだけでオレンジメイクをしてみました。こんな感じです。はい、薬局で買えるコスメプラス、あとダイソーのコスメも、使ってメイクをしているので、気になる方は最後まで見ていただけたら嬉しいです。ではどうぞ。はい、ではメイクを始めていきます。全部プチプラっていうことで、下地はこれを使います。ケイトのグローボリューマー、これオイルなんですけど、私は下地としても使います。これね、すごいね、保湿力が高くって好きです。で、柑橘系の香りもちょっとします。で、こう肌になじませたら、ちょっとスポンジでなじませます。さらにで、これの段階でちょっと余分なオイルもスポンジに取ってもらいます。はい、そしたらファンデーションこれ使います。ロレアルパリのインファリブルフレッシュウェアファンデーションの200番を使います。これもスポンジで伸ばしていきます。はい、こんな感じになじませました。そしたらパウダーはこの資生堂のベビーパウダーのプレストタイプを使っていきます。これね、しっかりセットされてサラッサラになります。はい、こんな感じで仕上げました。そしたら眉毛はこのビセのアイブロウペンシル BR300 番使って眉毛を描いていきます。はい、描きました。そしたらアイメイクに移りたいと思います。まずこのビセアバンのシングルアイカラー3番のホワイトのカラーでまぶたをセットさせていきます。これね、めっちゃツヤ感が綺麗なので、ハイライトとしても使えます。のせすぎた。めっちゃ綺麗なんですよ、ツヤが。はい、でオレンジメイクなので、またビセアバンのシングルアイカラーの29番のオレンジをのせていきます。これをがっつりね、アイホールにのせていきます。でもね、超発色がいいですね、かわいい色。はい、こんな感じでしっかり囲みました。超かわいい。そしたらラメカをちょっと足したいので、このエクセルのスリープシャドウの真ん中のカラー、これ02番なんですけど、めっちゃねラメがキラキラで綺麗なので、これを上から足します。ツヤツヤっていう感じですね。そしたらその上の明るい方を下まぶたの目頭側に入れます。うん、気持ちキラキラになりました。そしてこの二重幅の内側、このラインみたいな感じで、このダイソーユアグラムのセレクトアイズ BR1 番、これを使って
載せていきます。これもね、オレンジブラウン系なので相性がいいですね。もう分かんないかも。ちょっと深みが出るっていう感じですね。で、これ同じアイシャドウで下まぶたのまつげの際にのせていきます。はい、こんな感じでのせました。で、ビューラーをしていきます。で、そしたらマジョマジョのマスカラ下地を塗っていきます。ラブライナーのリキッドアイライナーのブラウンでラインを引いていきます。で、こんな感じでラインを引きます。こんな感じ、ちょっと垂らし気味か。こんな感じでラインを引きました。で、そしたらこのビセアバンの、リップ&アイカラーペンシルの15番のオレンジをインライン引きます。下のちょっとオレンジ感強くなったかなっていう感じ。そしたらシェーディングとノーズシャドウ、このセザンヌのミックスカラーチーク20番を使っていきます。顔周りにさささっとのせていきます。はい。で、チークはこちらロレアルパリのルバーアブラッシュの10番のマットタイプのカラーをのせていきます。高めの位置にチークはのせたいと思います。春らしい感じ、こんな感じ。このチークもね、めっちゃ可愛いんですよ。ちょっと高めの位置に入れました。声が入れました。で、そしたらハイライトはこれとエンジェルハートベイプドハイライターの03番フェアリーグロー、これね、イベントの時に視聴者の方にいただいたハイライト、めっちゃ綺麗なんですよ。ツヤツヤです。これはね、ドンキとかで買えます。オンラインもあるのかな。はい。そしたらリップの前にマスカラを塗ります。乾いたかな。マスカラはブラウンを使いたいのでダイソーのを使おうかな。ユアグラムのマスカラのロングとボリュームどっちもあるんですけど、ロングラッシュマスカラにしようかな。まず下まつげにつけます。結構ね、明るめなブラウンなんですよね、これ。ちゃんとね、マスカラ下地を塗ればこのマスカラも役割をちゃんと果たしてくれて色がついてくれます。これ単体だとね、もうむにゃんってなっちゃうんですけど、下地つけてからのせるといい感じの明るい茶色いまつげになります。はい。では着替えてカラコンを入れました。カラコンはフレッシュルックデイリーズのグレーを入れてます。はい。洋服はリベッカの私のプロデュースしてるリベッカのワンピースを着てます。はい。で、リップを変えました。レブロンキスクラウドブロッテッドリップカラーの10番にしました。ちょっとね、目元のブラウンマスカラがいい感じに効いてて、抜け感が出て、ちょっと唇は強めなオレンジにしました。はい。これでね、ちょっとぼやけすぎるっていうことがなくって
いい感じのオレンジメイクになりました。で、髪型は前髪をね、ねじって留めてるだけです。はい、ではこんな感じで今回は日本で買えるプチプラコスメだけで春らしいオレンジメイクをしてみました。はい、結構ね、ダイソーのコスメとか使うことも多いしね、あとプチプラコスメも使うことが多いので、普通にこう手元にあるコスメで全部仕上げることができました。はい、参考になれば嬉しいです。では最後まで見ていただきありがとうございます。はい、そして高評価とチャンネル登録もよければお願いいたします。私がプロデュースしているオリジナルのリベッカという洋服のブランドもあるので、気になる方はぜひ概要欄の URL からチェックしてみてください。はい、ではバイバーイ。